第8試合オープン選手権30分一本勝負を行います。青コーナー250番のポスト選手権好カードを迎えました。ドリーファンクジュニア対ホーストホフマンの一戦でございます。さあ山田さん、 NWA の実力者ドリーファンクジュニア、かたや AWA の実力者ホーストホフマン、これは見逃せない一戦ですね。そうですね、まあ言ってみればアメリカ大陸を代表するレスラーの一人であるドリーファンクジュニア、はい、そしてヨーロッパ大陸のチャンピオン、はい、ホーストホフマン、これはもう両者ともにね素晴らしい技術、そして投げ技を持っているだけに本当に一瞬の目も離せない好カードですね。そうですね、よく似合います。濃紺のトランクスをつけましたドリーファンクジュニア、ファン投票は第2位西の横綱でございます。最高のホーストホフマン、人気投票は第8位西の小結びでございます。横綱対小結びの対決になりました。オープン選手権9戦目仙台大会でございます。先手を取りますドリーファンクジュニア、左の腕を取りましてハンマーに固めようという作戦であります。ドリーファンク、はいはい、体をひねりしてこれを放ちました。反対に攻撃に転じますホーストホフマンです。技との一戦を迎えております。ドリーファンクジュニアとホーストホフマンの一戦でございます。ハンマーに取りましたホフマン、うまく体を入れ替えて今度はドリーファンクジュニアの攻撃でございます。まあホーストホフマンの方ですね、こういうロングタイツ非常にクラシックなものを感じるんですが、このレスリングぶりも本当にクラシックスタイルですね、はい、このオープン選手権大会でも、まあ、ヨーロッパのチャンピオンのホーストホフマンの技というのはあらゆる技を、まあ、展開してくれました。非常に小気味いいことですね。そうです、そして私は思うんですが、この人の技の仕掛けはですね、普通の人より同じ技をやってもほんの心持ち早いですね、はい、スピードがありますね、ジャンボ鶴田選手あたりもサイドスープレックス、それから弓矢固め、このあたりの瞬間の技、このスピードを非常に参考にしたいということを言っておりました。私ホーストホフマンでございます。現在の AWA の KO チャンピオンはご存知のバンガニア、このバンガニアへのコンテナの中ではナンバーワンの中にありますホーストホフマン、カバラガイシドリーファンクジュニア、ドリーファンクジュニアもこのオープン選手権大会、この期間中に弟のテリーファンクが第51代の AWA 世界ヘビー級チャンピオンの王座に就いたというような切符を受け取りました。ドリーファンク非常に嬉しそうな顔を見せておりました。お兄さんのドリーファンクジュニアでございます。両者対角線上に向かい合っております。リングの中央、箸と手をかけましたホーストホフマン、首投げであります。おっと首のあたり膝を打ち当てました。フロントヘッドロックです。絞り上げますホーストホフマン、リングの中央、どういうふうにディフェンスいたしますか。ドリーファンク、さすがのねホフマンがいろんなことを仕掛けてるんですが、相手がドリーだけにですねちょっと攻めあぐんでるところも見られますね、はい、なんといってもやはり実力的にはね今このドリーがね世界でも一級品ですからね。そうですね、サイドヘッドロックに取っていますホーストホフマンです。今のところホフマンの方が盛んに仕掛けてますよ、じっくりと待機戦法に出ましたドリーファンクジュニア、足をフックさせようというホーストホフマン、がっちりと両方の腕でホフマンの左の膝のあたり取っています。おっと背中に腕を回した、あと膝砕き、ドリーファンク素晴らしい技です。膝砕きに行きましたドリーファンク、あの体勢から軽々と持ち上げましたね。そうですね、しかも確実に相手の膝を打ち付けると、はい、今度は攻撃に出ますドリーファンクジュニア、実に柔らかいですね動きが。そうですね、今度はフライングメイヤーか、首にがっちりと交差して手を挟んでいますドリーファンク、全くこれは抜け出ることができません。フォーストホフマン、
通のヘッドロックの形が違いますね。X 字型全く抜けません。本番の顔面が赤くなりました。それは効きます。首を決めてますね。決めてますね、おっとまたに手をやった。おっとそのまま持ち上げて、あっと返します。離れませんね、ま、ドリーファンクも返しました。今のところ一進一退の攻防、先にチャレンジしたのはホースト・ホフマンであります。満を持しておりましたドリーファンクジュニア、立ち上がる、立ち上がりました。半身の体勢です。まだ首を決めています。首を決めています。ドリーファンクジュニア、おっと素晴らしい力、このバネ、ドリーファンク腕を X 字型にしてですね、インディアングリップして決めてますからね、はい、大きく持ち上げて、まだ首を離しません。あっとブリッジです。ブリッジ、お腹に手をやりました。ホースト・ホフマン、高度な技の展開、会場から拍手が沸き起こりました。共に一級品です、世界のドリーファンク、AWA 圏の実力者ホースト・ホフマンとの一戦であります。やはりね、ジュニアとしても相手がねホースト・ホフマンだけに一瞬の油断もしてませんね、はい、そうですね、またしても首投げ、変則的な首投げです。相手の首がっちりと X 字型に固めています。ドリーファンクジュニア、普通の選手がやるフライングムエアとは全く違います。腰に手をやりました。サイドヘッドロックの体勢、リングの中央です。コーナーを見ました。ドリーファン大きくロープに飛ばす、待っている、足をも入れました。スッと立ち上がる、素晴らしい攻防です。本当に山田さん、片頭を飲んでお客さんは見てますね。そうですね、もうこういうね高価なテクニックの応酬、はい、本当にジュニアという人はね表情一つ変えずに黙々とやっていきますね。そうですね、第46代 NWA の世界ヘビー級チャンピオンです。あとシュミット流のバックブレーカー、ワンハンドです。しかもワンハンド、背中のあたり強い衝撃ですが、技を仕掛けたです、ね、ホフマンの方がこの首のですね、はい、痛さに参ってますね。そうですね、今のはどういう風に打ったんですか。首を攻めましたね、首をねじられたんですね、うまく外します。ホフマンも試合巧者です。正面からエルボースバッシュ、ホフマンのエルボースマッチも非常に角度がいい、吹っ飛びました。あのドリーファンクが吹っ飛びました。素晴らしいエルボースマッチであります。力強いですね、迫力があります。今度はエルボードロップ、脳天に素晴らしい波状攻撃を仕掛けます。ホースト・ホフマンそのままカバーに入りました。あっとスッと立ち上がります。首を取りました。またしても X 字型に首に両方の手を絡ませました。ドリーファンクジュニアです。ジュニアの、ね、はい、目がちょっと険しくなってきました ね、はい、そうですね、やはりあのホフマンの方からラフを仕掛けてきましたからね、さらにひとひねり加えました。ドリーファンクジュニア190センチ105キロであります。ホーストホフマン194センチボディに一発パンチを見舞いました。108キロ、2連発です。全く隙がありません。余ったエルスでパンチを見舞いましたが、ドリーファンクジュニアのエルボースマッシュのお返しだ。エルボースマッシュのお返し、2連発、両方ともに2つずつ打ちました。3発目ドリファンク、ホフマン返す、ホフマンが返しました。うわ素晴らしいですね山田さん、うわっと力が入る。エルボースマッシュの応戦になりました。どっちが打ち勝つか、どうですか。相当激しく打ち合ってますね。上半身、首筋、厚い胸板、顔面、両者桜色に変わりました。しかしホースト・ホフマンの方も一歩も引かずにやってますね。バックを取る、おっと今度はここツイスト、右足を突き刺せる。だんだんとドリーファンクの体が下に下がっていきます。
まだ完全には入っていません。あと余ってユリウスですね。ユリウスがために入ります。あと今度は左のレッグを取ってますね。足の関節あたりに、そうです、自分の左の足を置きました。そのまま自分の体を一回転させます。ちょうどテコの要領で足を差し込んでますね。さらにグイグイと締め付けます。まさにテコの要領です。これもう少し体が回りますとグーッと入ってしまいますね。そうですね。うまく足を殺しているホースト・ホフマンであります。全く高度な技です。肩がつきました。ドリーファンクの顔面も好調です。ドリーファンクもホースト・ホフマンの右の腕を絡ませました。やはりアメリカのレスラーの、はい、あそこでユリー姿目に持っていくんでしょうが、ちょっと一味違いますね。そうですね。足を外しました。ドリーファンクジュニアです。スタンディングポジションを取ります。カワズ落としか。カズガイカがカワズ落としだ。これは決まった。頭を打ちました。ホフマン頭を打ちました。さあチャンスが訪れました。ね、ドリーファンクです。そのままカバーに入る。カバーに入る。相手は気を失っています。カウント2。必死の思いで跳ねのけるホーストホフマンであります。本当にね、どんな体勢でも自分のチャンスをね、掴んでみせるというサイドスープレックス、一瞬にして決まります。ホースト・ホフマン、見事なサイドスープレックス。早いですね。早いですね。今度は両方を持ってボストンクラブの体勢か。いや、行きません。ボストンクラブに行きません。天井に足を高く伸ばしました。ボディシザースです。ボディシザース。ドリーファンク、まあ、さらに締め付けます。ジュニアの方がですね、一瞬のチャンスを利してサイドスープレックス、カーズ落としですね。そうすればホフマンの方はまたまたサイドスープレックスでお返しと。このあたりも本当にね、目が離せないですね。そうですね、がっちりとボディを両方の足で挟んでいます。ドリーファンクジュニアです。おっと、なんとか挟んでいる足に自分の足をあてがいました。なんとかキックしてこの足を外そうとかかります。ホースト・ホフマン顔面好調です。がっちりとボディを挟み込みました。ドリーファンクジュニア首を取ります。首を取ります。立ち上がりました。おっと、あっと一旦立たせてエルボーを見舞います。ホースト・ホフマンです。素晴らしいエルボーバット。しかし強烈ですね。こういう外し方もあるのかと、はい、本当にそう思わせられますね。私も初めて見ました、今の外し方。今度はサイドヘッドロックに取るドリーファンク。ロープが近いぞ。中央に持っていきます。ナイスポジションを取りました。首投げ、足をバタつかせるホースト・ホフマン。このホフマン選手は1972年の10月、ドイツでの試合で AWA の帝王バーンガニアと引き分けというような実績があります。ホースト・ホフマンでございます。今や AWA の王座を狙いますビル・ロビンソンよりも実力的には上という評判であります。ホースト・ホフマン、背中からの攻撃、背中も真っ赤。ドリーファンク力強い攻防、技と技との対決になっています。大きくロープに飛ばしたカウンターのエルボーだ。これは効いた、これは効いた。キャンバスに倒れました。ホースト・ホフマン、再びドリーファンク、チャンスが訪れました。逆水平からエルボースバッシュだ。ダブルアームスープレックス、人間風車、ポジションはいいぞ、ポジションはいいぞ。人間風車の体勢入るか。ぐっと腰を落とした。キャンバスに両方の足をぴったりとくっつけます。諦めました、ドリーファンク諦めました。ディフェンスもしっかりしてますね。いや、かける方もすごいが、これをまた逃れるホフマンの力もすごいですね。今度は腕の取り合いです。ハンマーに固めるホースト・ホフマン、人間風車決まりませんでした。ドリーファンクジュニア、両選手の激しい息遣い、機械攻撃です。腕を決めといてね、逆転取っといて2リフト、上の部分を捉えました。ホースト・ホフマンです。今度は2パット、首筋です。そのままカバーに入りました。ドリーファンクジュニア、もう一回エルボースマッシュ、抱え上げて足を取っての首固めか、首固めか、首固めか、
完全に一体の腕がフォーストホフマンの首に決まっておりました。今ちょっとスモールパッケージ、スモールパッケージ中ですね。ウェッジで逃れます。その上に覆いかぶさる体重を乗せました。ホフマンです。118キロ、1番タイミングを取ります。フリーパンクボディシザースに取りました。全く予想がありませんね、山田さん、この勝負は。さらに持ち上げます。すごいですね、これは。ボディシザースのままです。あ、すごい、これはすごい。フィンガーロックしてですね、ボディシザースして、しかもローリングをかけてますね。これは大変な技ですね。実力者ドリーファンクジュニア、素晴らしい技を見せてくれました。ホフマンの顔色も変わります。ホフマンが今度逆にボディシザースを受けながら、ドリーの足をロックにかかりました ね、自分の足を絡ませましたよ、はい、入ってますか、完全に入ってますか。そうですね、ちょっとドリーの動きが止まりましたね。そうですね、バックから攻めているのが NWA の実力者ドリーファンクジュニア。今ボディシザースを受けているのがホーストホフマン。足が絡み合います。ここ両者分けました。ブレイクですね。あのままの体勢ですと本当に足が折れてしまうかもしれませんね。そうですね、しかもあの試合が進みませんからね、はい、ここはもうクリーンブレイクですね。レフリーは上樋口です。本当に綺麗に拍手してますね、相手にボブリックで足を取ります。早いですね。これはドリファンクの技じゃないですか。そうです、そうです。スピニングトーホールドです。一瞬のうちに決まりました。今度は関節、関節攻めです。フォーストホフマン、トーホールドに行きながら今度リストロックですね、はい、そうですね、体重をかけてます。足技、アマテール手、右足を今度はひねり回します。フォーストホフマン、今度は反対の足、右足です。交差しました、交差しました。インディアンデスロッカー、いや弓矢固めだ、弓矢固め、大きく持ち上げる弓矢固め、得意技フォーストホフマンの18番であります。かろうじて跳ねのけました。ぐわっとそのままの体勢で体を預けましたドリーファンク。その前に見せたフォーストホフマンの弓矢固め、しかし一瞬にこれをほどいてそのまま体を落としましたドリーファンクジュニア。さすがに実力者です、あの技にかかってですね、一瞬の息に外されたね、はい、ああいう技を仕掛けられますとね、山田さん深呼吸しないとなかなか呼吸が整わないんですがね。そうですね、さすがにドリーファンクです。しかも、ね、すかさず体を預けました、はい、外しただけでなくてすぐ逆にピンフォールを狙いに来ました、はい、すごいですね、本当にすごい両者の対決です。当然山田さん、AWA それして NWA のメンツがありますからね。そうですね、負けてはいられません。大変な一戦です。サイドヘッドロックに飛びます。あっと左のももに、あっとそのままバックドロップですか。バックドロップですね、あの低い姿勢からバックドロップ2メートル飛びましたドリーファンク。落差はありませんがね、早いです。フォーストホフマンのバックドロップであります。さあロープに押し付けておいてリバウンドを利用してのエルボースマッシュ、勝ち上げました。今度は背中に大きなモーションからパンチ一閃、2連発打ちました。ストマックの当たり、膝を打ち当てる。今度は顎の背中に打ち込みました。大きく相手を並べてます。ドリーファンクの動きは完全に止まりました。あーっとドリーファンクも行きます、負けずに行きます。ボストンクロスの体勢、逆上の体勢取るか。リングの中央です。ロープに逃れることはできない。呼吸を整えますドリーファンクジュニア。まだまたぎません。エナメルのリングシューズドリーファンク、力強い攻防です。おっと腕を立てました。ははー、またがせないんですね。今またいだ、今またいました。体を落としますドリーファンク。ボストンクラブの体勢だ。おっと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 、あっと股の間をすり抜けるように立ちました。あっとボディシザースで回転させました。いや驚いた。ボストホフマン、ヨーロッパの技師、ヨーロッパヘビー級チャンピオンフォーストホフマンです。またしても行きます。必要にボストンクラブの攻撃です。ドリーファンクジュニア、まだ体勢不十分だ、まだ体勢不十分だ。ぐーっと足を曲げて落とします、体を落とします。
体を落とす。もう背中のあたり真っ赤です。我慢できるか。そうそう、ホンマン、あっと、あー、すごい、肩に足をかけました。すかさず、わっと、うわっと、素晴らしいスピード、素晴らしいスピード、ドリーファン、ホースト、ホンマン、着せずして拍手が沸き起こりました。最後はね、ドリーマーのネックシザーズツイストですね。今度はダブルアームスープレックス、ヨーロッパ流です。ダブルアームスープレックスからそのまま覆いかぶさりました。早い、これまた早いですね。早いですね。両方の腕を挟んでから投げに入るまでが本当にマッハのタイミングです。バックを取ります。ちょっと今のところドリー押されてますね。そうですね、ちょっと押されております。ブルネルソンの体勢、ホースト・ホフマン、ぐっと頭を下げました。頭を下げられました。ドリーファンクジュニア、ちょっと劣勢に立っています。激しい攻撃、ホースト・ホフマンです。苦しいですよ、これは。ドリーファン苦しいですね。完全にフルネルソン決まってますね。決まってますからね。自分も腰を落としまして、さらに力を加えます。ドリーファンクジュニア、ドリーファンクの背中に体を預けました。ホースト・ホフマン、後ろからの攻撃、今膝を立てて立ち上がりました。さあ、力こぶを入れる。さあ、顔面好調、またしても力を入れました。ドリーファンク、さらに力を加えます。すごい呼吸です。手を取って背中越しに前に飛ばしました。アンバーに行った、アンバーに行きました。力を加える。足がどうなっているのか分かりません。そのままの体勢でホールいたしました。ドリーファンクが勝ちました。アンバーのままのね、エビ頭ですね。ドリーファンク勝ちました。 NWA のメンツを守りました。 AWA の帝王、ホースト・ホフマンに打ち勝ちました。 NWA の実力者、ドリーファンクジュニア、いやー、健闘を称え合います。握手を先に求めました。ホースト・ホフマン、この歓声をお聞きください。素晴らしい試合でした、素晴らしい試合でした。大会実行委員長の BWF の会長も拍手を送ってますね。そうですね、拍手を送っております。素晴らしい一戦ですね。はい、ロード・ブレアさんも立ち上がりまして両選手に拍手を送りました。敗れたホフマンも、ね、立派ですね。そうですね、またしても歓声が沸き起こります。仙台大会、ドリーファンクジュニア、ホースト・ホフマンを打ち破りまして貴重な勝ち点2を挙げました。